前回は高齢の統合失調症の人に対する抗精神病薬の使い方について試験を交えてやりました。今回は認知症の行動心理症状に対する抗精神病薬の使い方について試験を交えてやります。認知症の場合、抗精神病薬を使うのは最終手段です。日本では行動心理症状への保険適用を取得している抗精神病薬はありません。抗精神病薬を使う前に非薬物療法やあるいは漢方薬などの代替薬について検討すべきです。おそらくこの点について異論がある方はおられないのではないかと思います。さて、それでもあえて抗精神病薬を使うときはどの薬を選べばいいのか、ですけれども、使うなら第二世代抗精神病薬が良いのではないかと思います。なぜなら第一世代抗精神病薬は抗コリン作用があったり衰退外露症状を起こしやすかったりするので高齢者には不利です。それぐらいならまだ第二世代抗精神病薬の方がマシです。特に第一世代抗精神病薬のうちクエチアピンは運動症状を悪化させにくいのでパーキンソン症状があれば検討していいかもしれません。ただ糖尿病があると禁忌となっていますので、その点は非常に使いにくい薬です。第二世代抗精神病薬がいいと言いましたが、ただしオランザピンはやめた方がいいです。なぜなら第二世代抗精神病薬のオランザピンは厚生労働省の高齢者の医薬品適正使用の指針において抗コリン作用がある薬として名指しされているからです。よってやめておいた方が安全です。アリピプラゾールも第二世代抗精神病薬ですが、やはりやめておいた方が安全です。なぜならこのアリピプラゾール少量投与だと行動を鎮静させるどころかかえって活発化させる、そういう作用があります。投与後に病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等の衝動制御障害が現れたという、そういう報告もあります。認知症の人に抗精神病薬を使うときはどうしてもこれは少量から使わざるを得ません。そうしますとアリピプラゾールを認知症の人に使おうとすれば、この少量による行動の活発化が避けがたいということになりまして、認知症の人には非常に向いていない薬ということになります。さらにこのアリピプラゾール、体の中で定常状態に達するまでに約2週間を要するため、2週間以内に増量しないことが望ましいと添付文書に記載されています。そうしますと少量から開始して行動が活発化しているのに2週間耐えろ、そのまま我慢しろという、まあそういう話になりまして、まあ、これはその認知症の人に使うにはもう絶対無理と、やめておいた方がいいのはもう明らかということになります。まあこのアリプラゾール使い慣れてるドクターであれば、もういきなり大量からポンと投与して、上手に鎮静作用を、発揮させるってことはまあできるのかもしれませんが、まあ、そういう自信のある人以外はこのアリピプラゾールやめておいた方がいいというふうに思います。さて、認知症の行動心理症状に対して根拠がないということが分かっている抗精神病薬も、あります。これはネットワークメタ解析と言うんですけれども、第二世代抗精神病薬を、認知症の行動心理症状に対して使ってみたという、そういう臨床試験を、たくさん集めて調べたという、まあ、そういう研究なんですけれども、まあ、この研究の結果、第二世代抗精神病薬のうち、クロザピン、アセナピン、パリペリドン、ルラシドン、ジプラシドン、イロペリドンについては、認知症の行動心理症状に関する臨床試験が存在しないということが、まあ、判明しました。ということはですね、これらの薬を臨床試験が存在しないのに他の患者に使う、実際の患者に使うっていうのは、
これはもう人体実験そのものでありまして、これらの薬を認知症の行動心理症状に使う理由はどこにもないと、いうことになります。で、まあさっきのアセナピンなどですね、解析してもらった薬はまだいい方で、実は解析さえしてもらえない薬たちもあります。さっきのネットワークメタ解析の出版前に発売されている第二世代抗精神病薬である、ペロスピロンとブロナンセリンなんですが、この両者、解析さえ、してもらっていません。で、この両剤よりですね、後に発売されたルラシドンは解析してもらっている、ことから、発売の時期の問題ではないということになります。じゃあなんでこの二つが仲間外れなのかと言いますと、この二つですね、主に日本でしか流通していないローカルドラッグだからだと、思われます。なので、そもそも気づいてもらっていなかった、あるいはどうせ、まあ、俺たちのヨーロッパでは使えない、薬だから、解析してもしょうがないというふうに無視されたか、まあ、どちらかだと、まあ、思われるんですけれども、まあ、そういう事情で、この二つ、ローカルドラッグです。故に、蓄積された使用経験は他の抗精神病薬よりも断然少ないと、いうことになりまして、やはり、これらの薬を認知症の行動、心理症状に使う理由は、まあ、どこにもないと、いうことになります。ブレクスピプラゾール。これ一番新しい、抗精神病薬。商品名は、何でしたっけね、なんとかティーというなんかお茶みたいな名前の、抗精神病薬なんですけれども、この薬ですね、まあ、この薬がさっきのネットワークメタ解析で、取り上げられなかったのは、それはこの薬が、発売直後か、あるいはまだ発売されてなかったからだと思います。で、この薬ですね、実は、アルツハイマー病の、高度心理症状に対する、まあ、治験っていうのがですね、まあ、行われていましてですね、それも2回行われています。で、まあ、この論文でその2回の結果が、まあ、報告されているわけなんですけれども、まあ、要約しますとですね、まあ、1回戦ですね、ブレクスピプラゾールとまたは、プラセボ中身のない薬を、まあ、投与してみたところ、ブレクスピプラゾール 1mg がですね、プラセボ偽物の薬に勝てなかったと、いうことで、まあ、治験失敗ということになってます。で、2回戦、まあ、それならばと、1mg に固定したのがまずかったんだろうってことで、今度はブレクスピプラゾール 0.5 から 2.0mg、これを医者の裁量で、変更していいという風にして、で、まあ、プラセボに勝てるかどうか戦ったというのが2回戦なんですが、その2回戦もやはりプラセボに勝てなかったということで、連戦連敗という、まあ、記録が、まあ、この論文に、まあ、書かれて、おります。まあ、そもそもブレクスピプラゾール、まあ、発売されたばっかりなので、蓄積された臨床経験は、まあ、多分一番少ない、抗精神病薬です。で、統合失調症の時に、回で言いましたが、抗精神病薬は統合失調症に対する有効性は、新しければ新しいほど、まあ、悪い。成績が悪いっていうですね。まあそういう傾向が、まああるわけですね。まあ本ちゃんの統合失調症に対してもまあそうなわけですから、まあこの一番新しいブレクスピプラゾールをですね、あえて認知症の行動心理症状に使う理由はまあどこにもないのはまあ明らかと、いうことに、なります。まあプラスボに負けたと言いますか、プラスボを上回ってない根拠がある。まあそういう薬がまあブレクスピプラゾールと、いうことになります。じゃあ何がいいのかと言いますと、結局消去法で、まあ、リスピリドンが残るということになります。認知症の行動心理症状に対してですね、プラセボを確実に上回る根拠がある抗精神病薬っていうのは、今のところこのアリピプラゾール、オランザピン、クエチアピン、リスピリドン、まあ、この4剤しかないんですね。で、まあ、この4剤のうちアリピプラゾールはこれは使い方が難しいので、まあ、論外です。まあ、この、自分は、
精神科の薬に詳しい、自分は使える専門医なんだという、まあ、人はまあ別としてですね、まあ、普通の医者はですね、まあ、このアリピプラゾールは使わない方がいいんじゃないかと、思います。で、オランザピンとクエチャピンですがですね、これはその糖尿病に禁忌という日本独自のローカル規制がありまして、これ他の国では禁忌ってことはないんですけれども、なぜか日本だけまあ禁忌ということになりまして、なのでまあ日本ではまあ使いづらいという限界があります。で、ただ糖尿病がなくてもオランザピンは抗コリン作用があるので、まあ論外と、いうことになります。そうすると結局ですね、まあ、消去法で、まあ、リスペリドンぐらいしか、まあ、残らないわけですね。まあ、リスペリドンも別に、特別の認知症の人に抜群によく効くっていう、まあ、わけではないんですが、まあ、どんぐりの背比べで、比べるなら、まあ、今の日本の環境では、まあ、これぐらいしか、まあ、残らないかなと。まあ、もちろん糖尿病がなければクエチャピン、は選択肢にはまあ入るんですけれども、まあ、精神科の薬に慣れてないっていう人であれば、まあもう、リスペリドン、最初からリスペリドン一択にしといた方が、まあ無難ではないかというふうに、試験では考えます。では、今回のまとめです。まず原則ですけれども、抗精神病薬を、まあ、認知症の人に使うのは、まあ、最終手段です。その前に、非薬物療法をやったりですね、まあ、あるいはその、まあ、漢方薬なんかを使って、まあ、時間稼ぎをすると、いうことで、まあ、自然に治らないかどうかを待つというですね、まあ、他の手段を、まあ、取った上で、それでもダメな時に、まあ、抗精神病薬を使うという、まあ、ここは多分異論がないところだと思います。で、まあ、短剤ですね。まあ、これ短剤なのはまあ当たり前です。本ちゃんの統合失調症でさえ2種類以上使うのはダメだというふうにまあ診療指針に書いてあるわけですから、ましてやですね、認知症に流用をする際は、そんなの短剤が当たり前と、いうことになります。まあ、さらに言うなら、統合失調症の人に使うよりもさらに少なめの量、最低用量をまあ最短期間だけ、まあ使うと。いうのが、まあ、原則です。まあ、なぜだかというと、まあ、死亡率上昇というですね、厄介な、有害事象があるからです。そして、どの薬を選ぶのかという、まあ、選択ですけれども、まあ、さっきも言った通り、もう、不慣れな医師なら、まあ、リスペリドン一択です。で、まあ、パーキンソン、患者さんにパーキンソン症状があるんなら、まあ、クエチャピンも検討していいですけれども、まあ、その人が、まあ、レビー小体型認知症であったら、必ずしも、まあ、安全ではないですし、まあ、糖尿病の要素があったら、やっぱり安全でもないので、まあ、別にクエチャピンを、まあ、押すわけではないですけれども、まあ、まあ、選択肢のうちには、まあ、入れてもいいということになります。で、まあ、個数ですけれども、まあ、ブレクスピプラゾールですね、まあ、なんとかティーですけれども、まあ、これはもう効かないので回避と、いうことです。で、まあ、アリピプラゾールもですね、これは効く、プラスボを上回るっていう、まあ、根拠は、まあ、あることはあるんですけれども、まだ使い方が難しい、少量だと不活化されるというですね、まあ、非常に厄介な特徴があるので、やっぱり、まあ、初心者向けじゃないと、使い方が難しいので回避した方が良いと。いうことになります。以上です。ご清聴ありがとうございました。